奈良大学は奈良県奈良市三笹町1500に本部を置く日本の私立大学である1969年に設置された。校舎前景奈良大学は1969年世界的視野に立ち社会に貢献する人材の育成を目指す学府として開学した。文学や歴史、地理、文化財、人間や社会を切り口にして文学部並びに社会学部、 大学院文学研究科、社会学研究科、通信教育、文学部文化財歴史学科の設置など、時代の要請に応えて、独自で確かな教育と研究を推進している。文学部と社会学部及び、通信教育部と大学院を設置する。努力が天才であるとする信念を持って、心の光となし、自己の願望を遂げさせる者は、 自分自身であるとする信念を持って、心の力となす。この光に照らされ、この力に勇みつつ、明るい人生の中に自己を見出して、常に待望を見失わず、自信満々努力してあぐまざるもの、これがすなわち、たくましきまさしきに、強き賢治の姿であり、見学の精神である。放送大学、奈良教育大学、奈良県立大学、手塚山大学、天理大学、 奈良学園大学、奈良女子大学、奈良県立医科大学と単位互換制度を実施。大学院においては、奈良女子大学大学院、手塚山大学大学院との単位互換制度を実施。クラブクラブサークルサークルその他学園祭の様子。ありがとうございます。